Round one. Fight! なるほどね。この組み合わせはコーディだと言われてますね。やっぱりどうやって強い技を当てるか使っていくかがやっぱ大事だと思いますね。うわーすごい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 、なんかやっぱいいな、なんか自分の考えにない発想が出てくるかもしれない。読まれてる。わない。やっぱこう、なんだろう、ゾンクをうまくまず使えてないんですよね。今のゾンク狙いはなんかよくわかんないですけどね。もうちょっとあれですね、地上戦を意識した動き。X ゾンクはやっぱ強い行動なので、使ってった方がいいです。やっぱこの技を使うなっていう方が、無理だと思うんで、レベル2ゾンクをもうちょっとうまく使って、ポーリンのこういう技に、差し返す。きちんと。今ってもうなんかこう、とにかく台形当てたいみたいな、先に押してたらこっちが勝ち、後に押してたらこっちが負けみたいなのがすげえ多いんですよ。でもやっぱこういうのってやっぱ差し返してたりするんで、なんでもうちょっと差し返しを意識した戦い方をする。中盤で触りに行くっていうのもやっぱ少ないし、あとこういう立ち中継、この立ち中継、これはもう激強なんで、まあ、差し返しとあとはこう立ち中継で相手を追いやる。で、かつゲージを貯めていく。今だとやっぱ早いっすね。こう立ち強系を当てようとするのが。で、相手の押した押さないで結構勝負決まっちゃうんで。やっぱコーディってこう、中継でこうラインを上げつつ、相手がライン下がったと思ったらこういう球で有利を取れるっていう展開が強いので、そこら辺はやっぱもうちょっと意識するといいかもしれないですね。で、あとはやっぱこれです。この差し返しで。ダメージを取る。EX 技も強いですけどね。やっぱコーディはそれだけじゃないぞと。差し返しからのリターンがバカでかいんで。はい、皆さんこんにちは。プロゲーマーのネモです。今日はですね、皆さんに報告があります。ついに、書籍、思い込む力が完成しました。概要欄の方にね、ありますので、皆様どうかチェックよろしくお願いいたします。またね、YouTube のチャンネル登録、また高評価もよろしくお願いします。